皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。足沢農園さんの方からね、カタログご計測くださっています。足沢農園さんはおそらくね、これ農家さん向けの農園でね、苗を供給されてるんだと思います。というのはワイン用の種類もね、こんだけあるんですよ。これをだから農家さん向けには最低こうロットをね、これぐらいからお願いしますって書いてあったと思うんですけども、これおそらく下のファックス用紙見るとね、5本からでお願いしますとなんかそういうふうに書いてあったんですけど、私らの方もお願いして趣味でね育ててさせてもらってるもんでも、その邪険になさらないで、ちゃんと支払いをすれば送ってきてくださる、そういうね良心的なところだと私はそういうふうに思います。で、普通の一般種の方ですね、これ農家さん買われるからあれだと思いますけどね、どっとたくさんあるんですよ。こんだけあるんですね。 1,2,3,4,5,6,60 種類ぐらいあるのかな、もっとあるのかな、でも全部100種類以上ありますね。はい、こんなねすごいんですね。で年々によってやっぱ違うんですね、これ種類の方のご紹介が。で見てたんですけどね、早々ですね、例えば東しずくですか、これもう今期完売したんで、もう来期のご予約受付中、今年受け付けたら来年になるんです。来年のおそらく11月頃に、送ってきてくださるというような品種も結構これありまして、これ長野パープルとかね、東しずくとか何でしたっけね、他にもあったんですよ、これねクイーンセブンとかね、もうこれ今年11月に申し込んでも来年の11月になりますというような話です。シャインマスカットもね売り切れてましたね。はい、そんなんなんですよね。で、パラッとこう見てみて目についたところをご紹介しておきますと、これ安いんですけどね、これは安いって言ってます、苗が1本がね福士族っていう種類ですけど2750円で良心価格だなというのを思ってるんですけど、これねヒブロットと交配した品種らしいんですよ。ブラックオリンピア、うちで育ててますね、ブラックオリンピアヒムロートシードレスを交配した品種ということでなんですね、これね、これヒムロートシードレスに血引いてますんで、かなり放散性なんじゃないかなと思います。ですけどヒムロートの方も味はいいんですけども、やはり深いその味わいっていうのは近江系のブドウですよね、比べたらやっぱり少ないんで、その辺はねどうなんかなというようなところで、これのブラックオリンピアとヒムロと掛け合わせることで良いところをね、例えば放散性のヒムロとの特質とブラックオリンピアの品質の良い近江系の黒ブドウの、これ色は黒じゃないですけどね、そういう味わいを引き継いであればですね、結構美味しいんじゃないかなということと、で花ぶりはしやすく栽培しやすいって書いてますから、これなんかもね、もういっぱいなんでねなんですけど、機会あったらね育ててみたいなっていうふうにこうふとちょっとそういうふうに思いました。はい、せっかくねこの専門の苗屋さんの方からのご計算いただいた、パンフレットでもう先進的なその情報が入ってると思いますね。見てみますとね、品種的にはほほえみとかね、クイーンマスカットとかマドンナの宝石ってこう赤系のブドウですよね、それが出てきてるという話ですね。赤のブドウはどうですかね、やっぱりみんな緑のブドウの方をっていうふうに高級感があるって言って目向くんですけど、赤のブドウもこの頃結構流行ってきてるんかもわかりませんね。これかなり日本で3万近くする値段のですからね、かなり高級な品種、開発品種だと思います、これね。これ、ほほえみとクイーンマスカットとか、それから、ベニバラード、黒いバラード、ウィンディーサマーっていうようなところも、これはもう来年の予約苗木になってて、今年は入ってこないです。
来年の11月ぐらいですね。今からまあ育成されるのか分かりませんね。困難がねやっぱあるんですよね。はい。まああとはこういつもおしゃいますかと思う、これ完売でしょ。から、スズカ、うちでやってましたの、スズカの方もね、これ。これはまあ完売になってないところを見ると、まあ農家さん、おそらくね、この完売するのは農家さんあたりがもう結構、こういろいろ情報を聞きつけて、先手先手ね、売って購入されてるんだと思います。じゃないかな。それか、大手の苗木屋さんがしてるんじゃないかと思います。まあ、農家さんの方はね、何度も言いますように、やっぱり収益かかってますんで、自分のところのね、生活かかってるんで、ですから、早めに早めにね、こういう新しい品種をたくさん仕入れて、で、たくさん収穫されて、いい品質のものを売りになるということですよね。だから、家庭栽培とは違うんで、そこ何度も言うんですけどね、農家さんの方の、まあ、このテクノロジーをねとか情報ももちろん参考にさせてもらうんですけど、必ずしもねこう資金力とか情報力とか設備力は違いますんで、同じようにはねいかないというところがね私の持論なんですけど、皆さんいかがでしょうか。はい、ね、これブラックビートとかで、とかねこうあるんですよね。はい、で私の方はこれで終わりにしますけども、富士みのりの苗がちょっといかれそうになってるんで、一応保全内で、まあ、こちらちょっとお願いして、送ってくださいというふうに言いました。でもう一本は、まあ、これは次の来てからの楽しみにしましょうか、見てね、したんですね。はい、見て注文しておきました。あ、流芳も出てますね。これなんかも本当に流芳ね、結構1年目に結構大きな実ができたんでびっくりしたというような感じですけど、また来年も少しまた実ってくれるでしょう。あとはまあそんなもんかな。ネヘレスコールなんかもありますね。で、シャトージャイアンツはもう完了してるって言いますね。って富士みどりももう完売してますね。巨峰、あ、ブラックオリンピアも完売してるわ。なんか私が育てたの全部完売しちゃってるような感じですね。まさか私の方の情報で農家さんがこれを発注したというわけでもないと思いますけどね。思いますけどね。はい。ワイン用もね、結構ありますよ。いっぱいし。でね、ここなんかになると本当にもう農家さん、特にワイン、醸造農家さん用ですよね。ね。でも1本2000円ぐらいのもんにしたって、ワイン農家さんなんかだったらすごいこう仕入れが100本とかね、何百本って仕入れるとこあるんじゃないですか。そうするとやはりすごい金になりますよね。こんな風にこう苗の植え付けの方も親切に書いてくださってます。はい、今日はちょっと簡単ですけどね、アスヤ農園さんのパンフレット来ましたんで、ちょっと簡単にご紹介しておきました。フィーチャーの方はですね、マンモスとアポロはもう完全収穫終わりましたね。もう実がもうまあちっちゃい人気味はちょっとこうしてついてますけどね、もう事実上はもう終わりです、収穫。はい、はい、でこの前皆さんにねまあお詫びとともに、お知らせしたと思うんですけども、このフィーチャー品種不明はフィーチャーのコバーノであるだろうと、こう小さい葉のが特徴なんですね。本当にクーリッシュとか他の、フェイジアと比べてもね、もう明らかに葉が小さいんですよ。それは小さいから最初ワイセのジミニかなと思ってたんですが、そうじゃなくてコバーノということではないかと言いますか、そうなんだろうと思います、おそらく。うん、これはもう明らかにね、葉がね小さいっていうことが本当にもうはっきりとしてまして、で、あんまり大きくならないですね。うん、そういう品種だというふうに理解してます。で、実がね、いよいよこれね、コバーノの方もこう実ってまして、どんな味になるかなっていうのは、去年これ食べた記憶では、結構アポロ級に美味しいんですよ。本当に美味しい。ですから、
小さいからあんまり実らないけども味のいいこの品種をね、ご希望の方は小バーノなんかね、こう例えばベランダなんかであんまり大きくならない木が欲しいというような方は小バーノ、確か売ってると思いますんでネットでお求めになって、必ずあのもう一本他の種類、例えばクーリッシュとか、これクーリッシュの花粉でほとんどなってると思います。横にあるから取ってましたけど、まあ、クーリッシュなくてもねアポロとかマンモスでも大丈夫だと思いますからね。ちょっと相性があるんでね、あんまりあのはっきりしたこと言えませんけども、まあ、あの基本的には一種の他の種類の、フェージアの花粉をつけて実らすというふうに覚えてくださったらありがたいなと思います。はい、まあこれ本当にね、あのいくつかもう、10個はな、10個ぐらいなってるのかな、ちょっと数で見たことないですけどね、まあ、 あの5個以上10個以下ってところかなと思います。コバーノ、はい、上の方にもなってますね。上の方にもちょっと他の家移るからいませんけど10個ぐらいかなと思いますね。フェジアのねクーリッチはこれこのようにもうなってきてます。はい、やっぱり気温が下がってくると実の肥大が進んでくるっていうのはよくわかりますね。クーリッチの方もそうですね、やはり一つの枝にね2つぐらいかなにした方がいいのかかりますね。まあ、今年はまあ、 あの久々実ったクーリッチなんでね、ちょっと放置してまして、実が小さくても、まあ、我慢してねあれしま、あのいただこうと思うんですけどね、この実の細長いのがこれ特徴ですよね、クーリッチね。はい、でここもね実が、これもチンケミ結構取ったんですよね。まあ、残ってるはこういうのはもう取っちゃっていいと思います。チンケミないかな、チンケミ。チンケ。はい。ないですね。まあ、あとは太ってくるかな。あ、なんか落ちたね、1個。はい。行ってみましょう。これ、あの、クーリッチでした。はい。ですね、フェジアの方はあのマンモスとそれからアポロはもう収穫終わりましたんで、今度はあのプリティグリーンとあと残りの、ね、種類ですね、クーリスとかジェミニ、それからあのコバーノ、これあたりがねまたあります。これもプリティグリーンの実なんですよ。でもう少しね置いておかなかったらダメですね、あの遅いんでプリティグリーンね。ですから結構これも、10個ぐらいこの辺でいくつかなってまして、あっちの方にもとか上の方にも少し乗ってますから、まあ10個はね硬いと思いますね。あっちの方にもできてますから、はい。でまあこっちがね、これはあのコバーノじゃないと思うけども、このあれなんですよ、ジェミニ、これね本当に成績悪いんですよ。ここに、ね、チンケミ1個なっついてるだけよ、これでも考えたらね、あれですね、ジェミニって早生なんですよね。で今にはこれこうなってない、なってないからもう折ってしまったかどうか知りませんけども、もしもこれからこう実がね太ってくるというなってくると、またジェミニじゃないんじゃないかって疑惑がまた出てくるという、もう堂々巡りですね。これはどうなんかな、なんかちょっと謎の、ね、種類なんです、これだけが。はい、で右の方は、ま、これは、これはあれですね、あのプリティグリーンですね。ちょっとこう混在してるんで分かりにくいんですけど、で、あのそうそう、フェジアのね実ってね、この下の方にたくさんできるんですよ。上の方にはできるけどもそんなに実らない、ここは、掲示板にも書いてあったかなと思いますけどね、このところ辺のエリア、私 の、 あの胸のあたりのところのエリアが一番多いんです。これもそうでしょ。まあ、これはあのマンモスです。チェチェはあのトライアム。これはトライアムです。はい。これはトライアムです。はい。という話ですね。はい。さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。